コマライトです。
配信ライブはさ、曲終わった後に拍手がないからきついよね拍手を想像しながら弾かないといけないじゃん。なかなかね、
わからないってことね、反応がね。いやだからそこでやっぱりあの会場のさ、お客さんのさ拍手とかさで、あ大事なんだなと思うわけ。大事って嬉しいよなと思うわけ。なんか日本人とさ、アメリカ人と、まあ、アメリカ人というか外国人のさ盛り上がりとか結構比較されんじゃん、うんうん、日本人ってみんなあの静かだよねみたいな、うん、シャウトとかしないでさ、あのおとなしくライブ見てるよねとか言うけど、なんかパチパチパチみたいな拍手してくるじゃん、うんうん、もう俺もなんか外国とかさみんなで行くようになって、やっぱ外国のノリっていいよねとか思ってたけど、うん、あのその日本人の人の拍手が欲しいもん今。そうだねこの配信も結構慣れてきたけど、そこだけはなかなか慣れないね、はい、そうなんだよね。終わった後のこの静寂というか、ね、なんかさ、うん、やっぱりあるんだよね、あの返してくるおーみたいな何かが押し寄せてくるわけじゃん、うん、それがないのってやっぱりね、あの寂しいんだなっていうことに気づいた。気づいちゃった。俺らもね気づいちゃったね、長年やってて。そこに長年やってて気がつきましたよ。そうだね。いやでも配信は配信のやっぱりあの良さがあって、僕らも配信ばっかりね普段やってるからね、そんなこと言いながらね、うん、あの家からバンドメンバーをつないで、ネットでつないで家から同時に生演奏するみたいなことやったりしてるんで、だそこだってやっぱコメントがあの拍手の代わりみたいな、うん、そこでねコミュニケーションを取るみたいな、うんうん、聞いてるちゃんと。これで多分 YouTube とか開けば多分見れるのかな見れんじゃないライブしろ、ライブでコメントを、コメント見るの、ね、やっと今ね、あのソニーパークさんでいいんですよね、うん、でさ、すごい一人で喋りまくってんだよ、なんか大丈夫かな。大丈夫全然すげえ、もう超盛り上がってる今。超盛り上がってる、拍手も竹だーみたいな感じになってそれいらねえわいらねえかいやソニーパークって聞いて、俺勝手にね銀ソニーパーク銀座みたいなのこう頭の中のイメージで勝手に俺アップルストアが浮かんじゃったの。なるほど。勝手にね、ああいう脳内変換で勝手に、ね、うん、そう、ああいう、うん、デザインされた中で俺ライブやるんだろうなと思って、うん、すごい身構えてきたわけよ、うん、であの、ね、ついて会場ここですって言われて、あの見たらもうリアル駐車場なのね、ここね、パーク、ソニーパークのパークは、ソニーパークってさだって4、3とか書いてあるもん、うん、車の並ぶところがここに、ね、書いてる、リアルにね書いてあるよ、うん、いやすごいなんかね、あのすごいパンクスを感じて俺はすごい好きなんだよね。逆に親近感湧くみたいな。そうそうそう、なんか綺麗なとこでさガーってなんか盛り合ってやるっていうよりなんかいいじゃん、ガレージパンク的な、ね、ガレージパンク的な感じでね、うん、なんかもうその辺でスケボーしてるみたいな超ストリート感あって僕超好きなんですけど音すげえいいっすよね、なんかね、うん、音も超爆音出した。この中も皆さん配信の音を聞いてるからね、うん、すごいいい音で聞いてる、いい音っていうか整理された音だと思いますけど、うん、ここはもう爆音なんで耳がキンキンになってますね、もうね、でね話はまだ続くんですけど、はい、あの僕らライトで、3月26日公開の映画あの騙し絵の牙っていう大泉洋さんとかね主演の映画のサントラをすべて劇版担当しておりますと。で、まあ、その映画を見てくれた人もね見てくれてると思うんですけど、今日はその曲はやりません。やりません今日は。なぜかなぜかすいませんっていう感じ、謝罪だったんだけど今、うん、ですが、はい、だがしかし、はい、はい、5月28日渋谷のオーイーストで僕らがワンマンライブをやります、はい、その時には必ずやらせていただきます。そこまでお預けという形ですね。お預けという形でね、うん、うん、ていうか練習しなきゃっていう話できなかったっていうねまあそのライブはあのめちゃくちゃスペシャルなライブになりますんで、あの分かんないチャットとかに告知が入ってると思うんですけど、
そことかこれから出てくるなんかねゲストの話とかいろいろあると思うんで、その辺もチェックをよろしくお願いします。なんか1曲分ぐらい喋っちゃいましたけど、次の曲やりましょう。はい、
じゃあ次で最後の曲です。見ていただいた方ありがとうございました。